さて、これで10本目かな。10本目ですね。おっと、ノーリスクジャンディ、ジャンシー痛い。あー、展開やはり早いですね。仕掛けるのが早い。さあ 2D をなぜか振っていた。今度は珍しい。うわ、置いてある。うまい、落としていく。ダンビで落として、猫さん 5D。 わーっと潰している。風投げ、死んだ死んだ。うわ、生きてる。傘当たり、あっと。さあ、これはさすがに映らないでしょう。はい、しかしあれが唯一殺しうる 6C の攻撃なんで、あれを狙うのは田岡が必須です。もうあれを見てから D を取りたい。うい、うそやろ。ちょっとすいません、私も予想斜め上を行く行動だったもので、これはちょっとね、すげえわ。すげえこれ。ぜひアークの方々に見ていただきたいですね。さあ、やはり大きい D に対して、いや、これだけ3000近くをコンスタントに取られるとやはりきつい。おっと、コンボミス。ターン入れ替わって、ジャンビーで落として 2D しっかり確認。はい、 6C4D6C 猫さん。さあ、はい、しっかり見てる。さあ、猫にで締めて 6C。 おお、素晴らしい。ちょっとびっくりしてしまったか。うーっと、これはまさか、さすがに。おっと、間に合った。なんとかオーバードライブが消えた。なんとか一発触れたい。ある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 、まだある。 FCK しっかりしてる。さあ、 FCK 見えるか。どんなもん見えるか。しかない、うん、まあそうやね。もう今のその当て身のゲージがないときにどれだけ崩して擦られてもいいような崩しですね。さて、まさか取り返すと思っていたシエル君の白面が、リアル根性値やっぱ高いね。64です。64 64。スマブラする。いや、それはいえ。あー、なるほど、これは確かに1フレ。あー、うますぎる今の判断。あ、惜しっと落としてしまうか。はい、2で落として逆。まあ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 、今の 6C の判断はちょっとすごいですね。あ、お、枯れきれない。ジャンシーで、おいしい。まあまあ、バータイっぽいですね今の。しかし擦っていた壁端まで追いくって、アギト、アギト、しかし間に合わず。さて、しっかり張飛のぶっぱにはおとがめ。当ててしまえばラピートあったんですけどね。アギトで落とす、うますぎる。あ、先ほども何度も見てますね。さあ、今度やり返す。おめえ、いい加減しろやと。おっと、しかしこっちも、なになになに、今のいらないでしょ。うわー、ジャンピーが
投げ下って裏からの6尾。いやー、ここに来てなかなか当たらなかった6尾が久しぶりに当たりましたね。さあ6号です。6号でございます。6号というゲームはないですね。4パチ？どういうことよ。さて、6号って言うてる間に 2D カウンターしちゃって、これね、これきついよね。お、早い。はい、まあ多分そうやね。まさかカウンターするとはみたいな感じでちょっと当たっちゃったみたいな。おお、しっかりするぜ。落とす。この辺はやはりさすがですね。さあ裏からジャンエで落として、さあ、おっと、しかし OD がない、 OD がないのでそんなに伸びない。素晴らしい、素晴らしい。おっと、空中受け身。さあ、怖い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 。さすがにこれはしっかりと追いたが過ぎますよと。追いたが過ぎますよ。さあ、辻川さんからお褒めの言葉をいただきました。さあ、猫に。おっと、2尾が。ちょっと辻川君の方が出すのが遅かったかな。危ない。おお、あの瞬間、あの瞬間に D を押してるっていうのがすごいですよね。反応が早いというか、切り替えが早いというか、展開が早すぎる。これは、うわー、いった。わー、素晴らしい。さあ、ジャンディーで落として6シー。これはワンチャンあるぞ。通るか、通らない。おいしい、これは来たか。これはしっかりするか、できるか。さあ、安定のコンボしっかりと。確かにライフもうね、あんな状態なんでね、別に 4DOD しなくても全然いいんでね。しっかり引っ掛けていく。75、さすがにちょっと出てきたか。75、いいね。もうなんか腕一本かけてる2000ドルマッチみたいな。お前、別に君は金はいいよ、君の腕だけかけてくれればそれでいいよ。もうカイジやん。指、おお、しっかり引っ掛けて。さあ、2D ではなくて 5D でしっかり買う確認してますね。あーと、高すぎたか。おお、アギト、おいしい、これは。はいはいはい、ロクシー使う、わない。うわ、怖すぎる。素晴らしい、今のは素晴らしい。あれだけは死んでも食らわんぞ。確かにあれは死んでも食らわんのやけど、食らってたら死ぬからね。あーっと、さあ、何もできません、これ。しかし、さらにジャンシーの補正でコンボが始動。そうなんです、あれゲージ溜まってないと白面側はすることがない。おーっと、重ねないと思った。
重ねるんだよーと。そうやな、今のはまあちょっと痛いのを我慢しました。85、さあ85、さて結構差が出てきましたね。そろそろ出てきたか、テクセが。さあ The Wheel of Fate is turning. Rebel One.辻川くんがだんだん相手の D のボタンの、さあ、分かってきたようですね。さあまあまあ今のはちょっと移動投げ出てなかったっぽいですね。反対した。さあしっかりと、ああちょっと押しすぎたか、これは死ぬのか。さすがに死なんない、死なないけど、死なないけど、なんすかこれ。さあしっかり、おーっとうまい。さあゴーシーダンディ、ゴーシーダンディ、あー猫歩き。いやー辻川くんが猫歩きするとこんな強い技やったんかと。え、すいません。あと一発当たればいいから、暴れたね。さあしっかり置いたをするからお仕置きされまして、さらにおっと見せてしまう後ろ投げ、後ろ投げ、まああれ後ろ投げ食らったらマジでヤバいですからね、画面端で。危ない、もう怖すぎますねこれ。うまい、もう落とせないか。さあしっかり距離を上げて、いやまだ大丈夫、この位置はまずい。さあやっぱり OD 終わるまで逃げていく。確かに今のは入れ込みは確かにDK と落とした時結構美味しいんですけど、うわー。さあこれはしっかり、あっとルートを間違えたか、なんと今のところで、いやルートを間違えたんじゃないな、 OD を、残したこれは。殺しきるというよりは相手に OD がないのでこっちも OD を温存する形ですね。さあ出たよガンビで登り込ん、はいはいと、うわこれはまあ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 、しなやすです、しなやす、しなやす、安くねえよ安くねえよこれやばいな、おいしい。さあしっかり落として、はい落としていく、はいはいはい、おと。さあこれはまずいぞ、いったか。まあ今のはもう D をこする選択肢はまあ確かに今のはありですね。今のは読んでてジャンディを取らせてガードするはずやった。ああそういうことね、読んではいたがちょっとやはり食らってしまったって感じですね。86、うん86か。まあまあまあ今のはちょっとコンボミスが痛かったですね。今86で辻川8、シエル6ですね。見えねえよ、見えねえよ、見えなきゃこうすればいいじゃないと、やはりかおーっと取った
まあしかし 2D のカウンターはしていない。まだ大丈夫。さあ 6B、 うわー、読み勝った感じですね今のは。前へ前へ、さあ 6D アギト 6B2D、 なんということでしょう。まさか全部のタグが通ってしまってる。さあ上り 3B、 空投げも抜ける。危ない、あっちの空投げはやばい。お、素晴らしい空投げ。おっと上りちゃんへ、しかし後ろからなんということでしょう。これは一瞬、一瞬の出来事です。ちょっとね、これは一瞬の出来事でしたね。これって北斗